ございます。朝からテロップに苦戦する。おはようございます。皆さん今日から6月ですよ。特に何かあるわけじゃないけどおはようございます。はやね、6月本当今月もよろしくお願いしますですね。本当によろしくお願いしますいや本当にね、5月ねあっという間に終わっちゃったので、6月もねあっという間に終わっちゃうかもしれない。始まったばっかりなのに終わる話をしてるいやでもね本当に結構あの AKB さんがね昨日発表されたね、6月から劇場公演が再開するということで、まあ最初はね無観客からの開催なんですけど、とはいえねすごく大きな一歩だと思うので、劇場再開ってね、まあちょっとあれですね、こう劇場公演すらできなくなる状況の前、結構 AKB さんは元から無観客の公演をやって YouTube で配信してたり してたから、 そこにこう戻るというかね。ただ NCT は無観客の状態で公演すらやってなかったから、じゃあ AKB さんがね無観客で公演やるのでうちもやりますってなるかってなったら、こう緊急事態宣言前にやってたわけじゃないからね、ちょっとどうなのかなって感じですけどね。そもそもやってなかったからね、そこは微妙ですけど、でもこう AKB さんがね劇場公演を再開されるということで、なんかねあとねさっきテレビでやってたのは、そのお笑いのライブ、お笑いの劇場なのかな、は観客を入れてやるみたいなのをさっきねニュースでやってて、そうもうお客さんを入れての劇場をやる場所もあるみたいだから、そうなったらやっぱり劇場公演も、まあ、無観客の公演もねできたら一番いいけど、まあだんだんお客さんを入れた状態での公演もねできるようになってくるんじゃないかなって思ったら、なんか6月は希望が持てそうですよね。なんかそれだけじゃなくてもさ、いろんな活動がこれから再開できるんじゃないかなって思ったらすごくワクワクしますね。こう何もできない時に比べたら本当にこうメンバーに会える回数も増えてくるだろうし、定員数 50%、 あそうなんだ。でもさ、いやそうなのよ、こう芸人さんとかさ、まあ、今テレビでも結構もうやってるけどさ、こうコンビでも間に仕切り入れたりとかでさやるじゃないですか。いや劇場公演さ、それで言ったら再開して大丈夫なのかなって思うのはちょっとあるんだけど、どうなんだろう。踊るのねメンバー、劇場公演再開って16人全員でやるのかな劇場。でもさすがに一人一人にさ板つけて踊るわけにいかないしさどうやるんだろう。芸人さんですらね2人の状態でもこう間が入っててこう板がついてたりするのに、劇場みんななんかこう肩に
背負ってこう板がついてるの背負って、いや無理だよな、どうやるんだろうね。どうなるんだろう。無観客でね開催されるっていうなんですが、嬉しいことだけどね、劇場公演再開されることだけでも全然嬉しいんですけど、実際のところどうやってやるのかなってのはあるよね。うん、16人どうなのユニットとかなのかな。ユニットにしてもさ、ユニットにしてもソーシャルディスタンスってめっちゃ離れてたらどうしようもうなんかあのジェリービーンズのさ最後の方のさ、こう花道に行く、常にあの距離感でユニット全部やりますみたいなさ常に離れてる、どうなんだろうね。でも楽しみですよね、こう AKB さんの劇場再開がどういう風に再開されるのかがすごく楽しみ、うん、体力ね、ほんとそうなのよ、本当にね、すごい言われる。なんかもう青ちゃんとかお家でもすごい、あのにお家でも全力で踊ってるんだから、あんたも練習しなってママに言われるそうなの、体力ね。なんかやっぱりさ、こう、まあ、筋トレしたりとかはしてるけど、やっぱりこう踊ったりして動くのって有酸素運動じゃないですか。なんかそれって筋トレだけじゃやっぱり賄えないと思うから、なんだろうね、走ったりとかしなきゃちょっとその体力が戻ってこないのかなと思って、ね、練習しないと。絶対ね体力落ちてると思うんだよね。でもやっぱダンスで使う体力はダンスで復活させるしかないのかなやっぱそうだよね。なんかね、でもこの前そのスーパーまで歩いていくときに、すごいね割と急な坂道があるんですけど、すっごいお腹鳴った坂道があるんですけど、そのね坂道をなんだろう、早歩きで歩いてたんですよ。でそしたらね、あのなんて言うんですか、坂道がこうやってこうやって歩いていくと足首がさ絶対こうなるじゃん、なんて言うので、それですねのここの筋肉をすごい使うんですよ多分。でもここがね超筋肉痛になっちゃって、すね前すね、すねは前かこの骨のここってさ筋肉痛になるとめっちゃ痛くないですか。そう、すっごい筋肉痛で、そう歩いただけで筋肉痛になったんだから、もう私踊ったらどうなっちゃうんだろうと思って。でだいぶやばいよね。いやもうほんと早く踊ろうそうね、歩いただけで筋肉痛になっちゃって、で金土日と筋トレしてなかったのね。筋トレしてなくて、なんか筋膜ローラーっていうなんかゴツゴツしたローラーがあって、それでなんか筋肉をほぐすみたいなのがあるんですけど、もうその3日間やってなくて、金土日やってなかったから、あやろうと思って昨日やったんです。そしたら太ももね、あのゴリゴリそれでやってたら逆にそれで
痛くなっちゃった。なんかありません？例えばさ、腰とかもさ、揉んでもらったらさ、逆に揉んでもらう前よりも痛くなるみたいな、なんかあるじゃないですか。なんて言うんだろう、あれなんて言うんだっけなんか揉み返しみたいな、なんかそんな感じで、なんか3日ぶりに筋膜ローラーで足をゴリゴリしたら逆にね痛くなっちゃって、もう本当にいろいろね、その足マッサージしたりとかさ、筋トレやったりとかやってるけど、なんかもう それじゃ本当に補えないくらい体力がめちゃめちゃ落ちてるなっていうのをね痛感してます。3日間サボっただけでね、ゴリゴリしたら超痛いんですよ。なんかやっとさ、筋膜ローラーをね使い始めた時がすごい痛くて、すごい痛かったんですけど、毎日やってったらだんだんなんか痛くなくなってきてほぐれてきたのに、3日間やらないんだけでまたね振り出しに戻っちゃって、すごい痛くて、もう大変ですよ。だからね、公演もね再開したいけど、まずその前に自分の体力を本当に戻さなきゃなって思うし、あとはね結構あれですね、ナナミがいなくなってから公演やってないから、そういう立ち位置問題もあるだろうし、まあ、そもそもダンスを覚えてるのかどうかっていうレベルなんですけどそもそもね、いやもう公演のダンス覚えてるかな、立ち位置覚えてるかなくらいのレベルなんですけど、まあでもナナミがいなくなっちゃってから公演やってないから、そういうポジション的な調整もやらなきゃいけなくなると思うし公演が再開するってなったらそもそもするのかちょっとわかんないけど、どっちにしろね、その公演再開に向けてやらなきゃいけないことってたくさんあると思うので、そう、もし例えばねこうやりますってなったとしても、やりますってなってから実際できるまでの間にやらなきゃいけないことってすごいいっぱいあるのかなと思います。だからねAKB さんが公演再開するっていうことですごい嬉しいんですけど、 NGT はちょっとまだ先なのかなっていうのもあるかな、うん、ね、結構大変ですよね。いっぱい練習期間が必要なので、でもやっぱ声が出ない、声が出ないのよ。でもなんか希望が持てるだけね。あ、なんかもうすぐ再開できそうみたいな。なんかできることがだんだん増えてきそうっていう希望が持てるだけでも6月ってすごい楽しみです。あとなんだろうね、やっぱメンバーに会える機会がねここ最近でやっと増えてきたので、それがまあ嬉しいかな。まあ、ファンの皆さんに会えるにはまだちょっと時間がかかりそうだけど、まずはねメンバーに会えたりするのがすごい嬉しいです。生写真のね撮影とかもねできたらいいなって、なんだろう、こう、まあおうち生写真じゃない、なんだっけ、セルフプロデュースのね生写真も前回ね私はちょっとおうちピクニックみたいな感じで撮ったんですけど、それもね、こう今までにないものだからかなりねレアでね、まあ、良かったかもしれないけど、やっぱり NGT はロケ生写真がすごい他のグループにはない
こう特徴というかすごい NGT らしいものだったと思うし、こう県外の方にも新潟のこんなところがあるんだよっていっぱい知ってもらえるね機会だったと思うので、こうなんだろうな、例えばその撮影場所に実際にファンの方が足を運んでくださったりとか、結構 NGT にとって大きいというかね、大事なねものだと思うので、これからロケ生写真もね再開できたらいいな、撮影とか。いや結構ね、まあ、前回のねそのセルフプロデュースの生写真もそれぞれのさ、なんかあこういうところで撮ったんだとか、あこういう感じで撮ったんだみたいな、それぞれの特徴が出てて、まあ、それもすごいレアで面白かったんですけど、やっぱりねロケ生写真もね再開したいですね。まあ、まだね県外のファンの方がじゃあその撮影した場所に足を運べるかってなったらまだちょっとそれは難しいけど、まあでも逆に言ったら、まあ県外の方今来れないけど新潟こんな感じだよっていうのもね伝わると思うし、そう何よりあの私としてはロケ生写真の撮影がすごい好きで楽しみなので、そういつもねどこに行くかどこに連れてってくれるのか教えてくれないんですよ当日までほぼ。なんか、まあ、たまに今回の生写真どこ行くんですかって言うと教えてくれたりとか、まあ、こんな感じだよって教えてくれるんですけど、結構当日まで知らないことの方が多くて、そう当日まで知らないし、なんか朝じゃなくてもまあ昼ぐらいの時もあるけど、あの劇場にね入って、劇場じゃないや、あのこう衣装をね、今日の衣装何なんだろうと思って衣装を見て、あーだいたいこういう感じみたいな衣装でこんな感じの生写真なのかな今回みたいな感じで、ご飯屋だとラッキー、ほんとそうご飯屋さんじゃなくても美味しいものがあった時はすごい嬉しい、そう、まあ、それも含めねすごい楽しみ。そう衣装を見て、例えばあの山、秋の紅葉とかの時は衣装でも大体わかるじゃないですか、あ今回はなんか紅葉っぽいのかなとか、海だったら海っぽい衣装だったりとか、衣装を見て、あこんな感じなのかなって思って、今日どこ行くんですかって聞くと、あどこどこだよみたいな教えてくださって、あそれでこういう感じの衣装ねみたいな、そうだからね、どこに行くかわからない、その行った先にもしかしたら美味しいものがあるかもしれないとかすごいね、ロケ生写真の撮影は私好きなんだそうあとはあの、ま、新潟のねいろんなところで撮影するので、こうまだ新潟出身だけど行ったことないところに行ったりとか、あとこうなんだろう、新しいご飯屋さん、知らなかったこんなとこあったんだみたいなとこに行けたりとか、普段からあの行ってるような場所に行ったりとか、そうすごい楽しいんですよね。丸一日かからないの、丸一日かけていろんなメンバー撮ってる感じだと思います。
そう、市内だけじゃなくてね、いろんなところに行くから。村上もね行ったしね。そうそうそう、スキー場の、スキー場の撮影の時は毎回撮影が終わった後スキーをねしてて、板とか借りてねスキーをねしてたりとか。だからそれもすごいね、冬のスキー場でのロケの無写真はすごい楽しみだし。そうなの、だからそれがね、ロケの無写真も早くやりたいなって思います。うん、温泉地、あなんだろうね、なんか結構さ、もう NGT の初期からやってるものなので、ロケ生写真って私もねそれ好きで集めようと思って、結局買えたのが 2,3 ヶ月分しかなかったりするんですけど、ロケ生写真ね集めてたりとかしたから。結構さ、もう 初期くらいからやってて、かなりいろんなところをねこう撮影しに行ってると思うので、でもまだ行ってないところもいっぱいあるのかな。そうだから行ってみたいところもたくさんあるから、やりたい。うん、劇場公演もだからやりたいし、生写真の撮影もやりたいし、なんだろうな、そういうさ活動でねいろいろ幅を広げていきたいですね。行きたいところなんだろう、どこだろうな、何がいいんだろう、県内の、難しい。いろいろね再開したいことはたくさんあるので、まあでもちょっとでもねそういうことが再開できそうだから、だんだんできることが増えたらいいなと思うし、活動として、まあお仕事ね、いろんなお仕事ができたらいいなと思います。サントピア、あ確かにサントピアでさ撮影してないよね、ロケの生写真って。多分なんかガタフレで行ったりとか、先輩方が個人的に行ってたりとかはあった。マリンピアも、虫がいるマリンピアもないね。友達でいましょうだっけ虫がいる友達でいましょうのね MV あったっけ、マリンピア。いや、ん、ない、いや、え、どうだったっけ、忘れちゃった。なんかそういうのではあったりとかね、県内の水族館とね、上越にもね水族館ありますよね。私あそこ行ったことないな、海物語だっけ、行ったことないから、そっちもね行ってみたいし。意外とねまだありますね、行ったことないところ、ロケ生写真。そういうとこにも行ってみたいなって思います。佐渡のさロケ生写真あったよね、懐かしい。私加入してないんだけど
私その当時まだただのファンだったんですけど佐渡の生写真もあったよね。え、ちょうどさ6月ぐらいとかじゃなかったかな、違ったかな。いやでもすごい、ある意味すごいですよ、生写真撮りに佐渡まで行くって。ほんとすごい。佐渡もね、ちょうど去年のこれくらいの時期にパパと妹とね3人で初めて佐渡に行ったので、ね、なんか NCT として佐渡に行くことまたあったらいいな。私が加入してからはまだないので個人的に行ったりとかしかないから。佐渡に行くの当日知らされ、確かに生写真割と当日に聞くこと多いけど、佐渡行き当日だとちょっと怖いね。船乗るのみたいな確かにそれはびっくりになっちゃうね。あと何が再開できそうなんだろう。まあでもそれがね、皆さんに嬉しい報告につながると思うので、6月ね、嬉しいことがいっぱいあるといいな。こういろいろ再開するだけでも本当に嬉しいのでね。期待しましょう。本当期待しましょう。楽しみ6月。でもあっという間に終わっちゃいそうな感じもする。というわけで、まあそろそろ終わりにしたいと思います。というわけで、まあ、6月もね、期待しつつ頑張っていきましょう。とはいえね、まだまだ気を抜かずに、はい、頑張りましょう。というわけで、今日はこの後お昼も配信する予定なので、ぜひそちらも見てください。12時15分からやりたいと思います。はい、というわけで、とりあえず朝はこんな感じで終わりにしたいと思います。見てくださってありがとうございました。今週も今月も今日も頑張りましょう。それではありがとうございました。バイバーイ。